新日本プロレスの高橋宏夢です。現在11月19日、まあ今もう現在勝ち点4は間違いないでしょう。武士さん、まあもうこんなもん全員が楽しみなカードじゃないですか。ロスインゴベルナブレスデハポンに入ってもう3年4年近く経ちますけど、当たったのはタッグでの1回だけですからね。待ちに待ったシングルマッチですよ。楽しみじゃないわけがない。もうファンの人も同じ気持ちだと思うんですよね。2人がどんな試合をするんだろうと。タッグマッチの時はめちゃくちゃ心強いですけどね。これが対戦相手となるとすごい厄介だなと。ただお互い手の内を知ってはいるんですよ。知ってはいるんですけど、知ってるからこそ裏を書くようなことがあるんじゃないかと思うんですよね。あと俺と武士さん結構一緒に練習するんですよ。でもこのスーパージュニアが発表されて総当たりでやることになってからは一回も集まってないんですよ。このなんかスーパージュニアの前とかになんか練習したいねっていう話をしてたんですけど、まあやめようと、お互い一緒に練習するのはやめようと、その総当たりのあれが発表されてからお互い言ったんですよ。話したんですよ。知られたくないっていうのがお互いに大きいですよね。だからこの残りの期間でどういうことを考えてるのか、もしかしたら俺の知らない武士さんが見れるかもしれないですしね。そこにどううまく対応しようか。ロスインゴの同門対決はヒロム選手自身初ですよね。あ、確かにそうですね。ヘビーの選手含めて初ですね。確かに仲間とこう戦うっていうのはやっぱりまた、いや仲間であり敵ですからね。やっぱりロスインゴベルナブレスアポンって個々の力だと思ってるんで、もちろんタッグを組んでいるときは仲間ですけど、いざこういう風に試合になったら関係ないですからね。思いっきりぶちかましますよ、遠慮なく。ここはきっちり勝ち点2を取らないとなと思いますよ。